はいどうも、さかねダブルスニッキーです。よろしくお願いします。さあ今回なんですけども、土曜日は形式の日ということでね、形式の様子を見てもらいたいなと思っております。でまあ、あの前回のね、先週土曜日の動画って皆さん見ていただけたでしょうか。マイダストレートアタックに対して、まあ前衛に打って、そっからまあ、てんやわんやね、なんやかんやしていきましょうみたいな形式をちょっとやったんですけども、見ていただけたでしょうか。今回はですね、ペアがストレートを打って、相手側が自分前衛のね、メインでやるんですけども、前衛に飛んできた時に、どういう処理を考えているか。まあ、どこに打てばいいのかですよね。まあ、そこをちょっとまあ、紹介できたらいいかなと思っております。まあ、なかなかね、その相手がこう、打ってきたみたいな形になると、まあ、こう、焦ってしまって手を出すだけで、なんとなくこう、向こうに返しましたっていう方が結構多いんですけども、まあ、そこにもですね、慣れをちゃんと作っていくことによって、まあ、しかしそこから配球っていう考え方もね、持っていけると思いますので、ぜひね、見ていただけたらいいかなと思っております。まず一つ重要なことは焦らないこと。まあこれはもうどのショットにも共通して言えますけども、やっぱり相手が飛ばしてきたボールに対して焦って処理してしまうと、どうしても浮くような形になりますので、ご注意ください。この動画がね、良かったと思ったら、高評価とチャンネル登録と通知の方もよろしくお願いします。概要欄にね、インスタグラム、ツイッター、公式 LINE、サブチャンと貼っておりますので、ぜひフォローの方もよろしくお願いします。そしたら見ていきましょう。本編スタート。先週が、まあ、ストレートアタック来て、それをとりあえずこっちに打つって、そういう練習をしたんやけど、今回はここがどうするべきかっていうのをちょっと考えていこうと、まあ、いわゆる基礎的なことをちょっと考えていけたらいいかなと思います。ちょっとやってみようか。で言うたら、まあ、出されてペアがストレートアタックして、センターケアっていうのはもう多分さらにダブルスイッチを見てもらってる方やったら、もう絶対にずっと言ってることなんでできると思います。ちょっと一回やってみましょうか。ストレートいったケア、返ってきたのを何するのかっていうのを考えていくんやけど、まずこの練習をしていって、まず一つ意識しときたいのが、頭の中で決めれる位置と返せる位置をまず考えてみてください。で後で言うんやけど、決めれる位置と返せる位置をちょっと考えてやっていく。で一応練習パターンとしてはロブなしでやっていくから、ちょっともう一回だけやっとこうか。いいよ、出して。ストレートいったと思ったらケア、そっからどこを抜いていくのか返していくのかっていうのをちょっと考えてやっていってください。 OKさあ、まずはですね、先週やったことなんですけども、平行陣側、クロス側ですね、球出しをクロスに出してください。それに対してね、ストレートに打っていったボールを、まあ、とにかく今回は前衛に全部引っ掛けましょうっていうね、練習をさせていただきました。で、今回はですね、それの対戦相手側、まあ、言うたら眼光側の前の人ですね、がメインで、何かを配球していきましょうっていうのをね、練習していきたいなと思っております。で、今さっきね、動画内で喋ったこと皆さん、意識できてるでしょうか。まあ皆さんがですね、飛んできたボールをどこに返すのかっていうのは結構、まあ持ってる方もあると思うんですけども、まあどこに返すかっていうのは皆さんイメージ湧いてますでしょうか。もちろんですね、今回はちょっとロブなしでやってるんですけども、ロブを打つっていうのももちろん一つの手だと思っといてください。ただですね、ロブばっかになってしまうとですね、逃げるっていうパターンが多くなるので、どうしても攻めの一手にはちょっと欠けるかなと思いますので、まあしっかり攻める形っていうのを覚えていきたいなと思っております。まあ動画内でね、今からもがっつり喋っていきますのでね、ぜひ見てください。で今こっちの前の人のやってるんやけど、もう簡単なこと言えば2パターンあって、ちょっと、ストレートをあれ側にちょっと打ってもらっていい？ OK、 ちょっとゆっくり再現してみようか。こう相手をサイド動かしたら、次返ってきた時狙うのはここなんや。いわゆる返す、こっちに返すイメージを持つっていうのをやってみる。でもう一つはサトの正面ぐらいでいいよ。ストレート打ったのが近い位置やったらこっちに返すっていうパターンをイメージしておく。ならこの人は何を見てるのかって、ペアがストレート打つかどうか、クロスに打つのかどうかっていうところと、ストレート行った時に相手、体格側の相手、今言ったサトが動いてるのか動いてないのかを判断して次の配球を考えてみる。ちょっと一回普通にやってみようか。打った、動いた、だからここついていく。 OK、 動いたから中側、動いてないからこっち側。ちょっと動いてないやつも一回やっとこうか。打つ、こっちで何をしていくのかっていうのを考えてちょっとやってみてください。 OK。
さあ皆さんね、今、動画内で喋ったことはご理解いただけたでしょうか。まあ基本的な考え方としてはですね、ペアのボールがですね、相手の正面側に飛んでいった時には基本的にはクロス側に、まあごめんなさい、ストレート側に打つのがベストだと思っておいてください。で、まあ言ったらペアのストレートがサイドに行った時っていうのは基本的にはセンター側が空いていきますので、しっかりとね、そこに打っていってもいいかなと思います。これ得だけどいい形になりましたね。で、これのね、まあ、全然違うパターンなんですけども、例えばですね、ペアのボールがかなりしっかりといいね、ストレート側に飛んでいった時とかでも、まあ、ハの字に打つ、毒だけど結構言いますよね。それも今からちょっと喋るんですけども、皆さんこう、ハの字を使う時とハの字を使わない時っていう差をね、ちょっと、理解でしていただけたら嬉しいかなと思っております。で、基本的に今これサイドに、打ってるんですけども、センター空いてるやんって形なんですが、毒だけどは、ストレート打ちましたよね。これ何なのかっていうと、基本的には今球出ししてるね、中にがストレートに、あ、ごめんなさい、相手がストレート打った瞬間かなりちゃんとセンターケアを挟んでる方、それに対してはですね、基本的にはハの字をしっかり使っていってください。なのでここは、ね、ケースバイケースになってきます。で、だからクロス側の人が全然ケアをちょっと甘くなってしまったり、全然動いてない方だったらセンターをついていったらいいと思います。その方がやりやすくなりますね。なのでなんとなく打つっていうのはね、なくしていけたらいいかなと思っております。さあいかがでしたでしょうか。今回はですね、形式の様子を見てもらったんですけども、どうだったでしょうか。まあ、軽くねちょっとおさらいをしていきたいなと思うんですけども、まあペアのねボールが、まあ眼光のストロークのボールがですね、基本的には外側に行った時っていうのは、まあ言うたら内側、最後ね、チャンスボールが来た時にはまあセンター側を取ってもいいのかなと思っております。でペアのねストレートのボールが、まあ相手の正面側、ストレートにですね正面側に飛んだ時っていうのはクロスに返すというのをね、持ってみてください。そうするだけでもねだいぶ効率上がってくるのかなと思っております。でまあ途中でもね最後喋ったんですけども、まあケースバイケースで、まあどんな状況においてもハの字を使うみたいな形をね、取る時も全然あります。それは何なのかっていうと、ペアのボールをしっかりとね、ストレートがアレーコートに行きました。でそれに対して帰ってきたら、本来だったら真ん中を取りたいんですけども、相手のですねケアがかなり良かった、かなり早かった、そうなってくるとセンター打つとね、結構逆に追い込まれることが多いんですね。なのでそういう時にはハの字を使うっていうのをベストだなと思ってみてください。さあどうでしょうか。今回ね形式やったんですけども、これからもねどんどん形式の様子はね、撮っていきたいなと思っております。ただですね、ちょっとね撮影がですねなかなかできない状況に今回ありますので、ちょっと火木土のね、ちょっと動画の配信が変わってくるかもしれないですけども、ご了承ください。そしたらね、もうそろそろお時間が来ましたので、これで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。